こんばんは、かっけんです。あらたです。今回は、まあ、いつもと違う外にいるんだけど、うん、格付け勝負をウィーレ以外でやっていきたいなというふうに思いまして、ウィーレだとやっぱり、まあ、視聴者の声だと新たなのがうまいっていう声がやっぱり多いから、あ、そうです。なんで今回は3本勝負で、はい、まあ、まず外にいるから、うん、まあ、体力で体力外周して外周で1本で2本目がウィーレ以外の別ゲーで勝負して、うんうん、まあ、どっちの方が上かっていうのを決めて、はいはいはい、で3本目は早食い。あ、全くウィーレ関係ないねまあだからその来たか3本で、まあ、この3本で勝負したら、うん、まあ、新たにも勝てるんじゃないかっていうふうに思って、はいはいはい、まあ、今日は格付け3本勝負をやっていきたいと思います。はいはいはい。で、まあ、ちなみに負けたら、罰ゲーム。罰ゲーム、あ、罰ゲームありな。一応あれだね、俺が前やった髪、うん、まあ、ちょっと違うけど髪色を、うん、髪色ね、ちょっと変えるかなっていう。好きだな髪色毎回髪色じゃない。まあ俺も染めたばっかだから、まあまあまあ、ここはね、あ、まあ確かにちょっと新たにリスクもあるからねまたすぐ、確かに。というわけでやっていきたいと思います。最初はゲーム最近っぽい俺が持つのね。はいはいはい。よーい。逆転勝利、負けたと思った。これはやった、マジ全然来ねえし。やばいWe'll be right back.
った。やべ、もう足に力入んねん。見たか、本当に俺筋トレやってんだよ、これでも俺こういうこと、本当にこれが出てるよ。いや、しんどい。これは、あれね、もう一周やったら足つるかと思いました。ファーストゲーム、体力自慢、ウィナー、俺です。しゃ、いや、ちょっと前半で差つけようと思ったら、後半ちょっと2周目から足がもたつき始めてするかと思いました。長ズボンなんて履いてるからだよ。いや、長ズボン、スニーカーで、短パン、乱収です。乱収だから俺、この日のためにちゃんと履いてきたから俺は。まあそうです、まあファーストレグっていうか最初負けてしまったんですけど、まあ次は、まあ俺もやったことないゲームだから、オッケー、そっちの方でちょっとリベンジしたいと思います。はい、じゃあ、まあ続いては、まあ第2回戦目はこのテトリスを使って、テトリスね、まあ勝負をしていきたいと思います。まあやったことある？やったことない。ああ、まあ俺もちょっと簡単なルールしか分かんないから、まあ多分条件は多分そうだね、どっこよっこになると思ったいな、うん、っていう感じなんで、まあ早速やっていきたいと思います。はい、あ、これいいね。テトリスかプレプレテトリスを選べばいいと。うん、で、ゲームスタートでいいと思う。はいはいはい、よし、あ、なるほどね、オッケーオッケーオッケー。いや、あ、待って、ちょっと行っちゃった。おい、なんだよこれ。ちょっと待って、あ、そう、十字キーね、むずやべ、全然慣れない、これやばい。やどうしよう、やばい、全然できない、これどうすればいいんだ、これ、これでいいのかな。やばい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 、いや、わかんねえな、どこならいいかわかんない。いや、マジむずい、いや、わかんねえな、どうしようどうしようどうしよう。俺絶対アホな選択してる気がする。一個だ、考えろ考えろ、俺絶対いい方法ある。当てはまる。絶対、絶対正解はあるんだよ。やれ、あー、ミスった。正解はある。いや、信じろ、信じろ。やべ、圧倒的にやばいじゃん。マジで？俺勝てんのか、もしかして。本当だ、なんかいつの間にめちゃくちゃ積んでるやん。いけんのこれ、もしかして。あ、終わった。マジで？なんかすごい、なんか買った感ないんだけど。いつまでだったらすごい積んでたけど、バッケン、どうした？あ、まだあるんだこれ。オッケーオッケーオッケー。あ、そうなんだ。はい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 。はい、これで。頭つかむな、これ運動前にやりたかった。絶対ミスってるわ。こうしてこれをここに入れて、そしてこう、あ、なんかいい感じな気がする、なんかすごく。あ、こうで、あ、やべ、ミスった。これいけんじゃないか、これ。ミスった。お、これいったでしょ、絶対。あ、っていうか、めちゃくちゃ積んでる。めちゃくちゃ積んでやるけど。分かった分かった。弱くない？頭回んない。頭回んない、やばい。あ、これで勝っちゃったのか、俺が。終わっちゃいましたよ。いや、ちょっと無理だわ。俺もちょっとフラフラするけどね。はい、ということで、テトリス、ウィナー、俺でーす。
悔しいのかお前は。もう2連勝してんだぞ俺。お前輪郭かけといて。このさっきのゲームはちょっと頭が回ってなかったかな。走りで全てのプランが崩れた。いや、うん、そうだね。ちょっと挑む前のあのプランからちょっとダメだった。そこか。でまあ、ちょっともうストレート負けしてしまったんですけど、まあ、ちょっと最後にあの早食いの、うん、もう1試合あるからね一応、うん、まあ、ペヤング俺たち自腹で買ってきたんで、うん、で勝った方には編集長が、まあ、その分のお金返してくれるっていう得点付きで、ね、まあ、なんで一応勝負は俺が負けたけど、まあ、最後のその早食い対決だけでの勝負はちょっとよろしくお願いします、うん、やってやるよしょうがない。とまあ今ペヤングは準備できたんで、まあ一応ルール説明をしますと、制限時間は3分で、まあ3つあるからどっちが早く食べれるかっていう勝負をしていきたいと思います。はい、大食い対決初めてだな。行ったことないよ。こんな感じ。行きますよ。はい、よーい、はい、スタート。はい、うん、うまい。え？いけるさんかこれ。うまい。食べ終わったらカップをカメラに。はい。はいよ。はい。ムイズさんと。はまあ自分の勝利です。いや、強かった。まあ、ちょっとこれだけは意地を見せました。はい、というわけでまあ今3本勝負が終わりまして、まあ勝者は新たとなります。おっす。でまあ一応負けたんでね、自分が、うん、まあしっかり罰ゲームの方、毎回罰ゲームやってるのかな。まあまあそういう、まあしっかり勝負で負けてる結果なんで、でまあ一応ここに、まあ、スマホのあのよくあるルーレットがあるので、まあ、こちらの方に髪色が、何色がありますか？ピンク、シルバー、赤、うん、あと茶髪のとかグリーンとか、おお、ちょっと朝一とか出てるからいい、ね、あんまり変な目で見られたくない。結構派手だね。なんなら前のウィルドグッチより髪の色は派手かもしれない。確かに、うん、髪型はそ、なんか自分的に見れるからいいけど、まあまあ確かにそうだね。うん、まあ、というわけで、じゃあ早速スタートをします。はい、あ、まあ、タップでストップね。あのグリーンくらグリーン、おお。あ、やばい。あ、
ピンクだピンク引いていく。ピンクかどうなんだろう、いいのかな、ピンクって。いや、ピンクやばい、やばいでしょ。シャワ君とか、あ、まあ、あんな感じかな。あ、まあそうかな。まあじゃあ、どっかしらの、まあ多分本編とかで自分が変わってる姿が出てくると思うんで、うん、それを楽しみにしていただけるといありがたいです、はい。この動画を見て気に入ってくださった方がいましたら、チャンネル登録、高評価、そしてコメント等ありましたらぜひよろしくお願いします。今回は以上となります。ご視聴ありがとうございました。どうしよう。